お疲れ様です。それでは第19週目、5月6日から10日をテクニカル解説していこうと思います。5月はですね、稼ぎの5月ということで、結構稼げると思いますよ。それからイレギュラーを誘発するような大きな材料っていうのも、19週目に関しましてはほとんどありませんので、ものすごく見通しがつくんじゃないかなと思います。その中でね、今2つの クエスチョンしてますけどもこちらが1点152円こちらが152円2回弾かれて3回目で突き抜けたということになりますそして160円ドル円換算になりましたのでここで介入が入ったのかなというところですよねそして介入が押し目と判断しての投機家さんの新しい円安に向けての資金を断ち切る意味で追加で介入が入りましたで、2段階で18週目は 価格がが大きく下に下ににったってことになりますね、えー。そしてこれはね分析していくと分かるんですけども下ヒが出ていますよねこれによって下落が止まってるってことになります152円前後で止まりました、えー、ということなんで今黄色で囲ったこちらの方が今見えている新しいマーケット、ね、5月から6月にかけての新マーケットになるというふうに考えられますじゃあ次はですねこれをもうちょっと 分解して冷やしにしててみようかなってところですね日足にさせていただくと同じように分水入れたる152円付近こちらの方が今大きく上の方に突き抜けてそこから介入による値動きが入ってそれでも下ヒゲでもうここまでですよってことで止まってると言えます。ですので153円ぐらいでね今実態に戻ってきてますけども。 まあ、最初なんで、このヒゲ先まで見て、おおむね152円から160円までの、この範囲で5月は見ていけばいいのかなっていうところですよね。これからもうちょっとこれをね、狭めていきますけどもね。じゃあ4時間でどのくらい狭まるかなってことになります。はい。下値がですね、こちらの方に実体を引くことになると思います。152円の200あたり。 もしくは250とかねあの辺になると思いますで上なんですけどもこれ大きく下がって半値戻しが入ったところで切ると当面の4時間は見やすいのかなと思いますまあというところで156円ですね152円から156円までの4円ぐらいの幅で今見ることができるそれが4時間かなというところですね まあ何でもかんでもね、とりあえずはレンジにならないかってことを第1回目に疑ってみてください。で、レンジを壊していくようでしたらトレンドが発生しているのか、それとも他のレンジが見て取れるのかってことになります。はい、1時間です。1時間は152円ジャストあたりで下値を引いて、そして下落トレンドも疑われてるんですけども、とりあえずはレンジを切りますんでね、こちらになると思います。156円ですね。やっぱりこの4円の間で、 見ていくこととになると思いいますけどもいくらなんでもこれではね4円の幅では何の戦略も立てられません広すぎるレンジですんでだいたい60ピップスから70ピップス1円を超えるとレンジとしては非常にね、えー、レンジオプションが食いにくいってことになりますのでこれからねどんな動きをするかってことを、えー、6日月曜日祝日を見ていくわけですけどもこの値動きがね日本が急場とはいえどもやっぱりグローバルトレードでされてる方のことを考えると 値動きっていうのはは十分あるると思うんでですす。よ。見極める点はあ3つですこれを突き破って上の方に行くつまり上昇トレンドに変わるのかそれともしばらくは横ばいで収束を待つのかもう一つは移動平均線にぶつかって下の方に行くのか下の方に行ってもこの152年で止まると思いますけどね止まるとしたらエントリーポイントがこの辺りに存在するっていうことになりますのでこれはこれでね、えー、倍のチャンスだということです。 まあこういった形で6日の様子を見ていきつつ7日からトレードにかけていきましょう。じゃあ今回は以上ですね。頑張ってください。まあ、6日はね、休んでいただいていいと思いますよ。